皆さんこんにちは、荻野です。こんにちは、ゲル開発家西島です。まもなく春でも、ね、寒の戻りで、はい、まだまだここ数日真冬モードですけど、寒いですよね。今日もめちゃくちゃ寒いです、はい、荻野さんにいろいろアドバイスをいただきながら、はい、私もちょっと頑張ってみたいと思います。乞うご期待。水深は投げてるところで1メーター、着水点で1メーターぐらいですかね。いわばフィーディング場になる要素は強いんですが、これどうか。よしか、あー抜けた、ごめん。当たりました。微妙に着水点を変えて引いてます。通るコースを微妙に明暗に対してアップクロスで通したりダウンクロスにしたり。よしか、うわーきしょ。もうね、たった2投ですけど、ここぞというスポットにきっちり入れて、それでバイトがない。ちょっと違うんですね。バイトがないことに何か疑いを持つ。なんだろう、なんでなんだっていうことですよね。じゃあ今度は何を入れるんだ。なんかバイトがないとルアーをどんどん小さくしちゃう傾向ってあるじゃないですか。ただサイズじゃなくて泳ぎの種類を変える。よっしゃ来た、すごいよ、ほら超かわいい。あー超かわいい。やいたずらしてたのは君たちか。小さくても当たりは気持ちいいもんですよ。カラーをちょっとローテーション。よし行ってみよう。よっしゃ、あった。あれかわいいサイズじゃないこれ。ちょっとかわいいサイズ。よし、それ、うん、まあまあ、ハードコア新編80、ケイムラ、やっと揃えました。ちょっとミスが多かったけど、なんでなんだろう、このね、撮影の時っていうのは不思議なもんで。まだいけるんじゃないですか。Thank you.